長打だけは防ぎたいという、ね、そういう投球になってくると思いますね。ワンボールツーストライクです。依然として祖父江が追い込んでいますが、内に入ってきたボールはサードベースを踏んで一塁送球、ここはダブルプレー完成です。ジャイアンツ反撃の1点は入りませんでした。7回の裏まで終了です。さて今日のゲーム、ここまでハイライトで振り返ります。